46道府県旅行の旅、やばいことが起きている。寝起き頭が回ってなさすぎるんですけど、簡単な話、4分後に電車が出る。それに乗れないと終わるみたいな、そういう日ではないので、普段だったら焦らないんですけど、なんと今日一緒に行く相手がですね、原始人なんですよ。なんとですね、原始人さんは今スマホが使えないんですよ。なので今日ね、7時34分の電車ねって合わせてね、東岡崎向かってるんですけど、今7時31分、あと3分後に電車が出ちゃう。なんなら余裕持ってぐらいの気持ちで起きたのにな。現代においてスマホが使えない人と違う電車に乗ってしまった場合、待ち合わせ方法俺は知らない。32分、あと2分しかない。やばいやばいやばい、1秒も無駄にできない。頼む、雨で電車遅れてろ。発電ボタンを押してください、うん、通過線をお取りください。いけ。あ、ちょっと待ってよ。あ、見えましたかね、今か確実に特別車に獣の毛皮のような人がいた。終わった。手汚っ、ここ。何ここ、の壁汚っ。電車乗り遅れた人気をつけてください。着くなら別の壁にした方がいいかも。ちょっと今ね調べてみたんですけど、どう頑張っても21分遅れで到着する電車しかないということで、原始人さんには携帯なしで駅で21分待ってもらうことになってしまいます。まあ今更焦っても仕方がないのでね、向こうに行って合流できるかどうか、それが最初のミッションとなりそうです。ということで波乱の幕開けとなりました、広島県編でございます。何はともあれ広島に向かいましょう。名古屋駅に到着しました。ここでなんとですね、原始人から LINE が来ました。ケンテヤ君全然抜けなかったけど、新幹線乗ってるかねと。どっかの Wi-Fi でパソコンで打ってるのかな。まあこれで一安心といった感じですかね。これで無事にね合流できるのではなかろうか。 Wi-Fi のあるところから目立つところで待ってから見つけてくれという返事が来ました。どうか目立つところにいてほしい。ファーストミッションの難易度かなり下がりました。目立つところにいる原始人を探したいと思います。着きました、広島に。早速原始人さんを探していきたいと思います。広島駅はね、人生で2回ぐらいかな、もうほぼ初めて来たと言ってもいいぐらいの知識量ですね。あ、違うわ、めっちゃヒョウ柄なだけだ。あれ一瞬間違うでしょ。違うんかよね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。待ち受けにまで掴んでことをお伺いしますが、はい、この辺にちょっと時代遅れの人はいませんでしたか。時代遅れ？あ、虫さん？いなかった。いなかったですか。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。もうちょっとこの駅の全体を歩いてみたいと思います。おおおお。よかった、お待たせしました。本当だよ。ということで合流できました。ってことでね、今、はい、11時20分、早速観光していかないと、今日日帰りなんでね、昼飯でカキがどうしても食いたい。あ、あの人ずっとあの人、ここ間違えた。いや、違くない何やかな、あれ。まあまあまあ、見えてるのか。ちなみに、はい、ここ2人とも、いやいや、今回は旅のルートをしっかり考えてきましたんで、じゃないよね。全く俺はサボったわけではなく、広島県を信頼してるんですよね。そう、来た時に何とでもなるだろうっていう感じがする。はい、哲也がね、広島県を引き当てたってことは、はい、要は牡蠣食べ放題のとこ行ってことですよね。そう、僕はね、生が一番好きなんですよ。僕はちゃんとつけてます。とりあえず東か西かみたいな選択肢はあるんだけど、西に厳島神社、東はですね、なけ尾道。ああ、じゃあ一回調べて宮島に向かいましょうかね。なんだこれは。あと4分とかでしょ。あと4分です。でも意味不明すぎるモニュメントがあって、なんだと思うこれ名前。いや、もう見ちゃったよ。見ちゃったのかよ。意味ねえな、これ輪廻だよ、輪廻。早く行くぞ。あった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 。これですわ。フェリー乗り場に到着いたしました。12時10分、これに乗りたい。修学旅行生とかもいるかもしれないですからね。いや、それはまずい。修学旅行生見つからずに行くっていうのはミッション。そうですね、見つかったら即帰宅で行きましょう。じゃあカメラここまでで。もうアイキャッチでフェリーからの様子はご紹介します。はい、さあ、てつやさん、はい、彼氏と喧嘩して彼氏が先に怒って帰っちゃったネキのね、ありがたい案内のおかげで無事宮島に着くことができました。は
りさん、仲直りしてあげてください。ひどいよな、ちょっと。とりあえず絶対にあの鳥居は見たいと。見たやん、さっきチェリーフェリーから。言うな、フェリーからこうやって見えちゃったけど、鳥居が見たいってのと牡蠣が食いたい。あ、そうね、今回ね、あの、まあ皆さんね、この画面左上に牡蠣メーターっていうのがね、あの出てますね、テザーさん。ありましたっけ、こんなの。今まだゼロになってますけど、はい、今この動画が終わるまでの間に哲也くんが牡蠣を何個食べれるのかっていう裏テーマが走ってますんで。なるほど、はい、知ってますか、牡蠣って当たるっていう噂ですよ。哲也でも今まで当たってないんでしょ。なんとゼロアンダです。これはね、哲也の胃にはノロウイルスよりも汚いもんがいっぱいあるということで、ノロウイルスがそいつにやられちゃってるわけですね。ノロウイルスが哲也の胃の中でゲボ吐いてるんですよ。じゃあ早速牡蠣食いに行きますか。別に鳥居とかはインスタとかでもいいけどね。え、ドローンとかの映像素材買う？それね、あるでしょ。ちょっと外画質のいい1万円くらいするやつなんで頼むわ。とりあえず歩いてみる？うん、そうね。やばいやばいやばい、いるって。そんな期待のさせ方じゃちょっとカメラ触れないかも。嘘でしょ。上がりすぎちゃって。え、ちょっと待ってよ、うん、振り方考えよう。え、ちなみに先に行っちゃいますと鹿がいます。言うなって。いや、別に岡崎にもおるって。鹿いいって。え、鹿がいいの？もうちょっと君ね、ててダメだよ、冷めすぎ。じゃあ鹿なんて旅行に向いてないって。東公園にいるんだって。違うんだよ、その場の生き物とか建物とかそういうのに感動しない、その精神旅行に向いてないって。だって別にわざとらしいじゃん。うわ、鹿だって言ったら逃げない。直せ。もう分かった、お前が鹿と触れ合うんだ。ちょっと待って、これ大丈夫か。これし、ダンソンなんだよ。怯えてるぞ。いや、完全に狩る側と狩られる側だからだよ今。哲也さん、僕たちにはね、曜日という概念が抜け落ちていたかもしれない。そうですね、今日はどうやら日曜日といってね、仕事がお休みの人が多い曜日らしいぞ。今大通りというかメインっぽい道から外れてきたんですけど、はい、とてもじゃないけど1分と居座れない。見てください、今ここからならいいのかなっていう、このちょっと立ち止まったら囲み取材だ。並ぶのここでいいね。あ、はい、ありがとうございます。すごい並びますね。すごい。待ちましょう。はい。さあ、ついに入ることができました、焼き牡蠣の、うん、林さんですね。メニューがもううまそうで、見てください。うん、もうなんか牡蠣以外のものはございませんと言った潔のいい感じ。いやー、いや、結構いろいろあるよ、下の方も。あ、本当だ、普通にうどんあるじゃん。あ、あ、早い、すごい。生牡蠣ですね。はい、真ん中の特製酢醤油タレもお好みでかけてお召し上がりください。うわー、やばい。ちょっと待ってね、これがこうしてこうじゃん。そしたらもうこれもいいよ。いただきます。広島に生まれてよかった。違う、いや、たまんねえな。これなんよ、米が一番うまいですからね。マジでうまい。牡蠣のオイル漬けと牡蠣大根になります。うわー、すごい。これはちょっと食ったうまいな、牡蠣のオイル漬け。失礼いたします。うまー。これ何個入ってんだ。2個入ってるわ。こんな感じでもう、うわ、幸せもんじゃ。よかったよかった。この方向だとね、他のお客さん来ちゃうんで。そうそうそう、僕の側はね、あれなんで。さんはこうだ。あー、いい、いい、あの、どうぞ。じゃあ、さらっと行きますね。よっしゃ。うわ、見てください、もうケチャップとタルタルも牡蠣の殻に入っちゃって。うん、うわ、ちょっと今不意打ちで笑っちゃいました。タルタルでいただきます。うまっ。そして天ぷらですね。はい、天ぷら。いただきます。追加しましたね。来ました、来ましたよ。もう店員さんがこれを食ってくれと。ほい、はぁ、プリやん。いただきます。あ、コロンビア。うまー。汁の含有量がすごい。三つ目もいった。鳥居だけ見える道
道で帰りましょう。こうバーって歩いて、こうちょっと遠回りして。マジで真逆だよ。フェリー、うん、現在地、鳥居。ちょっと諦めてもらうかもしれない。じゃんけん。俺が勝ったら鳥居だけ見に行く。俺が勝ったら喫煙所に行ってもらう。大丈夫、じゃんけん、はい、取って。歩き、お好み焼きとかいい。確かに広島といえばのとこだよ。いやー、お腹いっぱいだな。でもそう、腹いっぱいなんだよ。半分としよっか。半分でいいかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ちょっと哲也くん、まあでも3秒ルール、3秒ルール。一番おいしいさあところを。じゃあいただきます。お好み焼きもこれで食べたということにさせてください。広島のね、うまっ。哲也どうする、もみじ、もみじまんじゅう。もみじまんじゅうよりもおすすめのものがありますっていうリプが来て。はいはいはい。山田屋の包容感。あ、そこだよ、そこ。あ、そうですか。あ、だからだいぶ食いちゃう、大丈夫これ。あ、全然。もうあの僕なんならね、あの哲也さんが炭酸飲めないってことで、この差はね、食いしんぼみ。好きね、酒。山田屋さんということでね、うん、はい、東洋化ですよね。はい、こちら。あ、すごい柔らかい。ちょうど練り消しと同じ触り心地。 あんたさ、毛がつきすぎないの。僕の毛みたいに言わんで。毛が僕の毛みたいに言わんで。じゃあ東洋化いただきます。はい。もみじまんじゅうより美味しいかどうかだけ教えて。毛がすごい。毛がすごい。毛がすごい。あんたの生地がもちもち。うん、で見ようぜ、これ中あんこが詰まってて、うん、うーわ、指ぶっさいくすぎ。あ、マジでうまいわ。ほぼ牡蠣。ん、ほぼ牡蠣。実は日本三景宮島ってさ、知ってた？いや、聞いたことありますよ。あ、ほんと知ってた。あと2個何？天の橋立てと。天の橋立てなんだ、もう一個。赤レンガ倉庫とか。違う、柴寮が宮城行った時に松島。あ、知らない人の顔してるわ。すいません、しっくりいきませんでした。つまり日本三景を東海オンエア46道府県旅行の旅で移す機会が今回終わったということです。何？問題はちょっと前の京都ですけど、天の橋立てやってませんよね。だから日本三景を移すことに失敗しました。なんかあの人たちサウナとか行ってたよね、京都。確かに。やってればいいか。お母さん何ですか。あ、さっきの山田屋さんの。あ、山田さん、え、こんないただいていいんですか。プレゼント、ありがとうございます。ありがとうございます。いただいてしまいました、山田屋さんに。ありがとうございます。山田屋さんちょっと推しになっちゃいますよ、これは。東洋館もね、美味しいですし。素晴らしいね。うわ、すごい、本当に人いっぱいいる。完全体がそこにあるよ。いや、だったらじゃんけんに勝たないと。じゃあせめて、うん、せめて今日の俺とアイストックのあの鳥を合成したい。じゃあテイちゃん、なるべく緑色のところ探そうぜ。なんか前もやったな、これ。おい、なんだね、めっちゃ緑色のやつあるぞ。うわ、グリテンテンちゃん、行ってこい。うわ、きめえ。てぃちゃん、そこ横になって、横たわって。びしょびしょ。ああ、あー、そう、いい。福島神社に来ましたオッケー。キモい。福島神社に来ました。着きました、尾道駅でございます。田舎やね。なんか広島駅の感じからすると、まあ露骨にこう地方に散らばったな感はありますよね。で、どこに行くんですか。なんも決めてねえよ。あ、ただ我々の制限時間はあと2時間ぐらいだという。あ、もうちょうどいいんじゃない。まあまあそんなもんでいいでしょ。てつやもね、あのわけのわかんねえでっけえなんですか、その板は。これマジで重すぎるんだよね。あと落としすぎね、これ。一回やばい。エスカレーターで落として暴風に込みすぎ。本当にこれ2万円すんの。僕のメモにはですね、はい、千光寺猫って書いてあります。千光寺という寺に半端なく猫がいると。と、おやつと山猫プリンって書いてあります。これはさっきあの柿屋さんでね、隣のお客さんに教えてもらった美味しいプリン。柿は？え？柿は？柿？半年いらん。じゃあこの左上の柿メーターどうなるんですか、これ。これこれ。引っ込んだね。あー、なくなった。おーっとっとっと。おーっとっとっと、ほら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 。おやつ山猫。言っちゃった？はい。全部理系です。え？嘘だ。何もないじゃないか。ちょっとこれはね、皆さん要注意ですね。ただいま5時半、5時半に来るとおやつ山猫こう売り切れてます。せめてなんかないか、ちょ一応聞いてくるわ。何かないか。なんかないですか、なんかないですかって聞いてくるわ。ごめんください、なんかないですか。もう本日すべて売り切れてしまいます。すべてだってことで、はい、絶対に猫
猫は見る。今なんとなく調べたところ、はい、千光寺っていう場所があって、そこに繋がる猫の細道っていう場所があるんですよ。でそこが猫がいっぱいいると、まあ、猫と触れ合いながら細道歩いて千光寺に行くもよし、いやロープウェイ千光寺には興味なくないか、全くない。だから厳島神社ですら興味なかったんだよ俺は。うわーすごい階段だ。ちょっとこっからもう常に階段なんじゃないか。どうせ伝わんないんだろうな。まずい、もういいかもしれない。ということでね、46道府県旅行の旅、だいぶ暗くなってきちゃったんで今回はここまでと。ゴーン。すごい。カフェ、カフェですけど、人間界の皆様へっていう幸せな鐘を3回鳴らしご入園ください。へー、時間あったよな、こういうとこ見たかったな。面白いね、この道の先に猫の細道があるはず。本当にいるんだろうな。これより猫の細道、こっちだ、こっちこっちだって、ロープウェイ乗り場もあるから。スタートって書いてある、これスタートって書いてある、見えますこれまだ。まあギリギリ見えますけど。猫見ました？一匹も見てないですね。一匹も見てない、さっきすれ違いましたもんね。そうです、そうです、逆から来ましたよね。ってことは全ての道を俺らで網羅したってことか。まあとも言えるね、半分半分分担したとも言えるね。ちょっと猫に重きを置きすぎていなかった場所ってことになっちゃってるのがもったいないね。もともとそういう面白い場所があるんですよって言ってくれればよかったのに。猫しか探してなかった、もっと街並みを見ればよかった。ということでこれはもうね、注意喚起ですよ。猫の細道に来たらいつでも猫がいっぱいいるなんて、そんな甘い気持ちで来てはいけない、うん、じゃないとそこはただの細道になりますからね。ついにいたぞ。ちょ場所が違いすぎ、場所飛びすぎ、うん、ああいや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 、リコちゃん待って。まあまあまあ落ち着いてくださいよ。俺たちがどれだけ君という存在に会いたかったことか。今んとこ取れ高が君しかないんだ。ああ、取れ高ちゃん、あリーダー、はい、どうするんですか。いやあのね、すごくいい場所なんですよ、うん、それだけはめちゃくちゃわかるんですけど、早い、撤収がね、あまりにも閉まるのが早い。こうなったら選んでられないんで、歩いててやってるお店にちょっと入りましょう。無人セルフ写真館、 LINE 公式アカウントがすぐにご入店できます。ちょっと思い出してください、ここまでの間にサムネっぽいシーンが一個もない。あー、徹夜がなんかあのワカメの上で寝転がって合成するって言ったとこしかないな。あれはサムネにはなりません。ここでサムネを撮りましょう。大丈夫かね、広島っぽいなってなるかね。不安でしかない、やるしかないんだ。これ押して、あ、開いた、開いたぞ。なんか見てください、なんか不思議な場所だな。ここがスタジオですかね。じゃじゃーん、おお、なるほど、カメラがちゃんと備え付けられてて、使い方がもうここに書いてあるっていう。あられちゃんはちょっとないかもしれないけど、あーこれある、これある、これある、あーこういうのある、これもね、こういうの各種ありますよ。でこの辺なんかいろいろね使えるものかと思ったんですけど、まあここはどう、まあプチドンキだ。てつはここでサムネを撮ろうと言ってたよね。本当に謝りたい。やめよう。うん、僕はね正式にやめた。使わなくていいのかもしれないな。いや、もうこの現状を全て伝えたい。もうこれドキュメンタリーですよ。旅行じゃない。こんにちは。お父さん酔っ払いすぎじゃないですか。めっちゃ酔ってます。顔真っ赤になって。行きましょう。行きましょう。じゃあ、行きます。じゃあ、行ける店がないんですよ。どこ行きます。ここもやってないんですよ。ここ日の出食堂大道ラーメン。はい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 、あ、いいじゃん。で、ここ行っちゃおうか。邪魔します。あのね、流れるように4人組になりました今ね。ちょっとみんなもついてこれてないかもしれないけど、うん、俺らも同じ速度でことが起こってるんでついてこれてない。うん、まあね、あの4人掛けのテーブルで、はい、あ、僕と哲也が隣に座ってるってことは、うん、このカメラの裏にあのお二人座ってらっしゃるんですよね。すごくない？出会って1分で店入ることあります？これ初めてですよ、尾道ラーメン食べます。そうだね、終電が44分後です。あんまりゆっくりで、そうね、大急ぎで、大急ぎ、まあ、いわゆる大急ぎ、はい、すいませんお父さん、さっき出会ったばかりのお父さんに、ありがとうございます。え、ちょっと大丈夫ですか。あ、すいません、ありがとうございます。お父さんまでありがとうございます。急に誰ですかっていう二人が。あーね、急に何が起きてんだこれ。乾杯。これが尾道ラーメン。なるほどね、ようやく広島っぽいことができるじゃないか。ねえ、背脂半端ないな。お父ちゃん電話かかってきすぎ。さっきから。いや、ほんと見た目の期待した通りの味が美味しい。うん、大丈夫ですか、やっと掴んだこの尾道の要素さ、うん、こんなサクッと終わって大丈夫ですか。不安でしょうがないんだけど。ラーメン屋だもんね。お父さん最後でこれ、ね、グッグッといっちゃってください。よいしょ。ありがとうございます。お母さんも来ました。お母さんも合流してね。そしてご家族で完食いたしました。というところで、なんとね、時間がもうあと30分切ってますんでね。行きますか。
ありがとうございました。全部さんありがとうございました。ここはおごらせていただこう。いやいや、俺が止めたんで俺もおごるよ。いいえ、許しませんよ、お父さん。あとはペイペイがあるんだ、こっちには払ってるぜ。タイムアップ、これにて広島旅行終了でございます。でもなんだかんだね、思い残る旅になったんじゃないでしょうか。もうちょっとうまいことね、広島の魅力を伝えることができたのではないかという反省点もあるが、別に僕たちはまあ楽しかったですね。そうですね、はい、いい休日だったなと思いますし、タクシー一回も取ってないですよ。確かにこれすごいことです。そう、電車でギュンギュンで行ってフェリー乗って電車で帰ってきてる、うん、これを見て物足りないなって思ったね、うん、広島県民の方は魅力をしっかりとアピールして、逆にね物足りないなと思った他県の方は計画を持って旅しに来たらいいんじゃないでしょうかね。ね、尾道は本当に僕も人生初めて来たけど面白い場所だ、うん、もうちょっと明るい時にもう一回行きたいくらい。そう、ポテンシャルをしっかり発揮する時に行きたいっていうのは ね、あのおもろいおっちゃんがいる街になってしまいました。尾道は今後またどっかでのタイミングで行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。4巡目続く。